回でね、五十鈴川行き急行も入ってきたところで、本日の本題に入りたいと思います。でね、朝お伝えした通り、仕事に昼間行ってね、仕事から帰ってきたんですけど、本日はね、8番線、7番線ホームをね、紹介していきたいと思います。で、このホームの、この今この先っちょにいるんですけど、こっち側とこの近鉄側の改札口ですね、ここを紹介していきたいと思います。んでですね、皆さんも何回も見てると思うんですけど、前立っていたのがね、ここの端っこですね、この辺。こっちのホームはね、前からあるホームなんで、中身も詰まってますけど、もしね、人がホームから転落した際に、逃げ込めるようにって言って、最近のホームでは、あえて中身のない、鉄骨だけを組んでやる、スコスコのホームにしてやるんですよ。いやでね、もし、誰か、ホームから追ってって、すぐにでも電車が来てしまうっていう状況の時は、こういったね、スコスコホームのね、下のところへ逃げ込むように、作ってあるっていうのを人から聞いたことがありますね。これはね、本当にね、そういった理由から開けてあるのかどうかは知りませんけど、そういった説が、あるっていうのを、僕は聞いたことがあります。なんでね、6番線のホームもそうですし、こちらの8番線、7番線のホームも、前見せた通り、スコスコのホームになっていますね。なんでね、古い方のホームと新しいホームのね、色が違うって言ったのがね、あそこら辺なんですけど、こっちのね、7、8番線ホームは、こちらですね。こちらの方がくっきりわかると思うんですけど、手前側のホームが新しい方のホームで、奥のホームが、古い方のホームですね。ではこの8番線ホームのこの真ん中辺のところへ行きたいと思います。はい、でね、見えますかね、あそこら辺にね、売店の跡みたいなんがあるんですけど、僕が知る限りではね、売店が開いてたっていうことはね、なかったんで、多分あれは売店の跡だとは思いますが、あれが売店だったかどうかっていうのはわからないですね。はい、でね、なんだかんだでね、紹介しきれなかったんで、急遽ね、また今度あと1本あげたいと思います。では本日はご視聴ありがとうございました。